こよのう痩せ細りたまえれど、かくてこそあてに生めかしきことの限りなさを勝りて、限りなさも勝りてめでたかりけれど、こし方あまり匂い多くあざあざとおわせし盛りは、なかなかこの世の花の香りにもよそえられたまいしを、限りもなくろうたげにおかしげなるおわん様にて、糸かりそめによう思いたまえる景色、煮るものなく心苦しく、すずろに物悲し。この上なく痩せ細っていらっしゃるけれども、中宮の目に映る紫の上の今の様子ですね。闇衰えたその様子、つまりあの頃は女性っていうのはふっくらとしているのが一番理想の、美人の姿なんですね。なんか今のモデルさんみたいに、ほっそりしすぎてるのは美人じゃないわけです。ふっくらした、そして黒髪のつやつやと竹を越すように長い、そして色白の、そういう姿、それが、あの頃の美女の典型です。それがこの上もなく痩せ細りなさって、でもかくてこそあてに生めかしきことの限りなさも勝りてめでたかりけれど、痩せても枯れても美人は美人なんだ。こういうの得ですね。かくてこそこんな風になって、それでも上品で美しくって、あてに生めかしきことの限りなさも勝りてめでたかりけれど、痩せ細っていらっしゃっても上品で、そしていかにもつやつやと美しくいらっしゃって、その美しさの限りも勝って大変結構であるけれど、中宮の目に紫の上がそんなふうに感じられているわけです。女性である人の目に、こし方あまり匂い多くあざあざとおわせし盛りは、過ぎ越し方の一番こう健康で美しくいた頃ですが、あまりに匂い満ちてあでやかにいらっしゃった女盛りの頃には、かえってこの世の花の香りにもよそえられたまいしを、この世の花、ことに桜に例えられる、今までにもね、この野秋の巻なんかで後にもまた出てきますけれども、夕霧が紫の上の姿を野秋の風でミスがこう動いてちらりと見てしまうわけです。それで、大変なこう執着を、つまり自分の義理の母である紫の上に対して夕霧が持つわけですが、そういう頃の美しさ、紫の上の美しさ、それはこの世の花の香りにもよそえられたまいしを、まるでこの世の爛漫と咲き誇った花の香りにも例えられるような美しさでいらした。しかしそれはなかなかこの世の花のというふうに言ってる、むしろ
この世に咲き誇る花の香りにも例えられるような艶やかな美しさでいらっしゃったが、今は限りもなく老たげにおかしげなる御恩様にて、この限りもなく老たげというのは、老たしというのは子供やその女性たちの容姿を見ていて、姿を見ていて、その自然にこう手を出して、世話をしてやりたいいうふうな気持ちが起こるほど可愛い様子、それが老たしですね。放っておけないような、思わず手を出して、その方のために尽くしてあげたいというふうな、そんな気持ちが起こってくるほど、まあ心惹かれる、可愛く心惹かれる、そういう様子でいらっしゃって、言いようもあるものでございまして、お痩せになってもなおそういう美しさでいらっしゃるわけで、糸かりそめによう思いたまえる景色、もうこの今の現世を仮の宿りというふうに思い込んでいらっしゃる、そのご様子、紫の上の気持ちですね。それがおのずから容姿の上にこうにじみ出している、その心のありようが姿形の上ににじみ出している、例えようもなくそれが心苦しく感じられて、あるいは老いたわしく感じられて、すずろに物がなし、無性に物がなし、そういう思いを起こさせる痛々しいような、でも美しさなんですね。